去の、グローの作品を振り返ってみたい。戦果ゼロみたいな。うわ、大丈夫。負ける。負ける。衣装買った。これ中3だよね。中3だよね。中3だよ、中3。兄ちゃん。え？7チーム目ですね。7チーム目ご紹介しましょう。クロスアクション。え、でさ、普段やらないじゃん、この配達なんてさ。ああ、そう。ちょっとなんかね、ふわって感じ。ルルナ、わざわざ後ろに帽子かぶってるし。これさ、しかもこの帽子さ、リンカードとかじゃない？そう。ルルナのじゃない、ルルナ。あ、これ、これですら。え、自分も大好き、これ。え、だってルナ、これ最後の年じゃん。そう、そう。中3のね。うん。もう3ヶ月の、そうだ、そうだ。後だよね。後じゃないから。2月とかじゃないから。ルナパーカーだから多分元気だもん。なんで？え？あれ？あんまり。あれ？あ、短くなってる。短くしてる。理由があんだ。え、このネタめっちゃ好きだった。踊れるよね、全然。うん、ああ、ここ好きだってここ。何してる？何してる？あ、藤島大丈夫。そうだよ。あれ？これちょっと違う。ちょっと違うね。ブラッシュアップしようと思ってやったはず。もう男の子みたい。ねえ、わかる。まだショートダメだわ。そう。男の子みたい。怒られてたね。うん、怒られた。あれ短くなってる。短い短い。こうなってるから。大体二人のとこだって怒られがちだよね。あ、そうだから。あ、これ大好き。これいいよね。うん。おお。ゆえちゃんここ好き。わかる。ああ、なんてここ残っためっちゃ。わあ。いや、いや、この後マジで死ぬ。わかる。マジで死ぬとこ。わかるわかる。本当にやばかった。すげえ大変な死んでるとこ。顔。やば。ゆみさん、その大好きだな。夏。ねえ、うざ。え、いいじゃん。あ、ルナ、これめっちゃ怒られた。あるよね。あ、何個かあるよ、ルナ。あるよね。何個かあるよね。あの、本当に全部却下されたに近いけど、でも、10個中1個は多分入れてくれた。あの、ゆいはそのままじゃないけど。いや、ゆいはね、作るんだけどね。むずって。そうそうそう。あとね、あ、だ、ルルナはすごい簡単すぎんのよ。ルルナはね、逆に、お前マジ考えてきたみたいな。ルルナも、ゆいは考えすぎて難しいのよ。そう。あ、めっちゃむずかった。細かいんだよね。そうそうそう。そう。で、結局、リンカって。え、でも、うん、作ってたかも結構。作品でも作ったものをちゃんと踊ってくれたから、この能力はすごいと思います、本当に、お二人の。あ、いやいやじゃない。高校生になってスーパーキッズのその予選の何ゲストで呼んでいただいた時の映像です、こちら。はい。でもこれあいやいやすごい好きだったかも。いや、りんちゃんが好きそうだよね。うん、あー、そうかも。曲からも、この衣装めっちゃ直したな。でも違う、これさ、あのマックスはさっきのやつだけど、これはマジで体が重かった時で、足頃、うん、
に聞こえた。うん、え、嘘、うん、ここも怒られたよね。ここも怒られたよね。夏休み、あの深夜の練習してたみたい。あ、ダンスカットの。しかもさ、なんか衣装さ、初めてさ、あの気持ちが。あ、そう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 。だから。あれな、これ、なんかどっかの大会で間違ったの。ダンスカットじゃん。また次回はどうする？昔のネタ踊ってみたり、うん、今度はやってみたいと思うので、その時は皆さんぜひ見てください。それでは、バイバーイ。ヒローポーズ。ワンムーブダンスチャンネル登録よろしくお願いします。